一か八か。携帯サイトビジョンキャスト、ドラマ、音楽、バラエティ、ニュース、携帯だけのオリジナル超レアムービー満載、全部見ても300円。ビジョンキャスト。何が足りないんだろう。携帯サイトビジョンキャスト、携帯だけのオリジナル超レアムービー続々配信、ドラマ、音楽、バラエティ、ニュース、全部見ても300円。ビジョンキャスト。皆さんこんにちは、フレームのセイゴです。皆さん風邪とか引いてないですか？僕はですね、バッチリ引いてますけど、最後まで頑張るんで、ぜひ最後までお付き合いください。最初の映像はこちら。アジア各国の音楽文化交流を目的としたライブイベント、ジャンプイントゥエイジアに中野森バンドが出演しました。トップバッターで登場した中野森バンドは、10月24日に発売された新曲イソブラボー、雪など6曲を熱唱し、日本からアジアへその歌声を届けました。伊崎雄介久人が東京国際映画祭のオープニングイベントに参加しました。その模様をご覧ください。東京国際映画祭のオープニングイベントに、映画クローズゼロに出演する豪華キャストが集合。伊崎雄介、久人がワルメンファッションで颯爽とレッドカーペットを歩き、映画の PR をしました。伊久さんの新曲チョーズンソルジャーの発売を記念して、インストアイベントが行われました。僕が突撃取材した映像もあるので、ぜひご覧ください。はい、そうです。いやー、今日のイベント、僕はですね、いや、もう曲はね、曲しかなかったんですけど、映画仮面ライダーザネクストの主題歌にもなっているチョーズンソルジャーリリース記念イベントが、東京渋谷のタワーレコードで行われ、限定200人のファンの前で同曲を披露しました。国永涼子さんが出演するドラマ男の子育ての制作発表の映像が届きました。こちらにもまたまた僕が学園に突撃取材しているので、そちらもチェックしてください。10月26日にスタートしたテレビ朝日系連続ドラマ男の子育ての制作発表が都内のスタジオで行われ、水沢弥生役で出演する国中涼子さんが出席しました。すごく明るい現場を勝則さんが作ってくれるので、明るい中で撮影をしています。今回のドラマでファンの方々見ていただくと思うんですけど、はい、メッセージいいですか？そうですね、勝則さんらしさがこうすごく出てて、何も考えないで見て、ちょっとクスクスって笑っていただけるドラマになってると思います。ぜひショロットだけでも見てください。そして男の子育ての主題歌はウィンズの新曲ビューティフルライフに決定しました。こちらの映像もどうぞ。ビューティフルライフは11月7日発売です。こんな映像も届いてます。国中涼子さんの映像がもう一つ届いてます。どうぞ。日産の自動車マーチが誕生25周年を迎え、記念イベントに国中涼子さんが出席しました。おめでとうございます。そうですね、本当見てるだけでもこんな風に幸せな気持ちにさせてくれる車ってなかなかないんじゃないかなって思います。ヒロさん出演のミュージカルモーツァルトの制作発表が行われました。こちらにもまたまた僕が突撃取材してますので、そちらも合わせてどうぞ。ミュージカルモーツァルトの制作発表が行われ、ミュージカル初挑戦となるヒロさんがその意気込みを語りました。モーツァルト見に来ていただけるファンの方にメッセージいただいていいですか？ですね、今回も初ミュージカルということで、精一杯今稽古に励んでるんですけど、
ミュージカルを好きになれると思いますので、ぜひ帝国劇場へ遊びに来てください。11月の19日から12月の25日までやっております。ではここでお知らせです。フレームの井崎雄介、久人が出演している映画クローズゼロが全国の劇場で絶賛公開中です。とてもかっこいい映画で2人ともバッチリハマり役でした。はい、それではここでビジョンファクトリーからのお知らせです。携帯の動画配信サイトビジョンキャストではイベント映像や5分間の本格ドラマのほか、越智雅人さんプロデュースによるバラエティ番組ウィンズの個人情報流出テレビも配信中です。ウィンズの超プライベート映像が見られますので、ぜひチェックしてください。もう一つお知らせがあります。クリスマスコンピレーションアルバムクリスマスハーモニーが11月21日にソニックグループから発売されます。今年のクリスマスはこのアルバムを聴いて楽しく過ごしてください。さて、今回のビジョンヘッドラインいかがでしたか？次回もお楽しみに。以上、フレームのセグでした。バイバイ。アムロナミエ、ワックス、ダパンプなどのアーティストが数多く所属するビジョンファクトリーの公式モバイルサイト、チャクータ。チャクータフルはもちろんのこと、アーティストの素顔を見ることができるブログやムービーコーナーなど、ここだけのオリジナルコンテンツが満載。ビジョンファクトリー .jp